はじめまして。リラックスストーリーズテレビというチャンネルは、ASMR を感じながら、心地よい音楽と朗読を聞いているだけでも、美しいイラストや動画を見ながらでもリラックスできる、物語のチャンネルとして、コンテンツをリニューアルしました。英語字幕も、別動画でアップロードしています。ぜひとも私たちのチャンネルをご覧ください。心を込めて制作してまいります。このチャンネルで心が休まりましたら、チャンネル登録と高評価、そしていいねボタンを押して、更新のお知らせをお待ちいただければ幸いです。リラックスストーリーズテレビで、皆様がリラックスした時間を過ごしていただけますよう、心より願っております。日本の歴史と文化を巡る旅、楽しみながら学ぶ旅の物語。日本の歴史や文化を旅しながら学ぶことができる。日本旅行にぴったりの日本の歴史ガイドブックです。動画の途中では観光スポットも紹介しています。日本という国は自然災害や戦争など多くの試練を経験しながらも歴史を通じて独自の文化や哲学を発展させてきました。本書動画では日本の歴史を神話時代から現代まで5つの大きな時代背景に分けて紹介しています。政治や文化などの特徴をわかりやすくするため、それぞれの時代背景に合わせてさらに細かく、区切って紹介しています。社会制度や重要な出来事、日本文化の代表的な芸術や食、そしてスポーツ文化や観光スポットなどを解説していきます。今回の動画という本では、第1章、古代日本の誕生の紹介です。遠い遠い昔、まだ日本という国が存在しなかった頃、大陸との間には海が広がり、そこに住む人々は自然と共に暮らしていた。最初に栄えたのは、縄文時代と呼ばれる時代だった。土器や狩猟採集の文化が発達し、人々は自然を大切にしながら、豊かな生活を築いていった。第1章、古代日本の誕生。第1節、縄文時代。紀元前1万4000年、紀元前300年。土器や狩猟採集の文化が発達した時代。縄文時代は、日本列島において最初に文化が形成された時代であり、この時代には、狩猟や漁労を中心とした狩猟採集文化が発展し、縄文土器が生み出されたことで知られています。縄文時代は、紀元前1万4000年頃から紀元前300年頃まで、長期間にわたって続いた、日本最古の時代です。縄文時代の名前は、土器の表面に縄目模様が付けられていることから、付けられました。また、縄文時代の人々は、狩猟や漁労、採集をしながら移動しながら生活をしていたとされています。縄文時代中期から後期にかけては、豊かな海産物や森林資源を活用して生活していたことが、出土品からも伺えます。土器は食物の調理や保存に使われたほか、埋葬にも用いられました。縄文土器には、美しい独特の文様が描かれており、その美しさから現代でも多くの人々に愛されています。農業はまだ発展していませんでした。狩猟、漁労、採集に必要な技術や知識は、世代から世代へと口伝へで伝えられていました。現代の本土日本人は、主に狩猟採集を制御としていた縄文人の系統と、農耕を主な制御とし日本列島に稲作文化をもたらした。
渡来人の系統の混血によって成立したと考えられています。また縄文時代には神道の基盤となるような自然崇拝や信仰が存在していました。縄文時代の遺跡からは巨石を組み合わせた立石や土偶などが見つかっており、これらは祭祀に使われたものとされています。立石、立石は古代から現代に至るまで様々な用途で利用されてきました。古代では墓や祭祀の場、境界線の印として用いられることが多かったです。また神社や仏教寺院の境内にも多くの立石が存在し、それぞれに由緒や意味がある場合があります。日本には縄文時代から弥生時代にかけて多くの立石が残されています。中でも縄文時代に作られたとされる立石群は日本国内だけでなく世界でも珍しいものとして知られています。これらの立石群は祭祀や儀式に用いられたとされ、その数や配置から古代人たちの社会的な組織や宗教的な信仰の様子を知ることができます。立石群、具体的には北海道から九州まで全国各地に点在しています。代表的な立石群としては北海道のお冬の立石群や岩手県の平泉中尊寺跡、埼玉県の三郷市稲平遺跡、青森県の三内丸山遺跡といったものがあります。それぞれの遺跡には巨大な石柱や石棒、石室、石塔などが残されており、その形状や配置などから狩猟や農耕、信仰などの宗教的な儀式に関連するものと考えられています。代表的な立石群説明と所在地は北海道お冬の立石群。お冬の立石群は縄文時代の人々が残した貴重な文化遺産であり、その建設技術や文化的背景を知る上で重要な遺跡とされています。遺跡周辺には遺跡の歴史や文化を学ぶための資料館もあり、多くの人々が訪れています。国道231号線を札幌方向から来ると増毛の入り口となるお冬、かつては陸の孤島と呼ばれていた時代もありました。断崖絶壁の続くお冬海岸の景色や遠く積丹半島、手売島などを見ることができる標高135メートルの展望台です。北海道苫小牧市お冬に所在しています。住所、北海道増毛郡増毛町阿座お冬町1-1、照名市、岩手県平泉中尊寺跡。平泉中尊寺跡は中尊寺が所在していた場所であり、中尊寺金色堂の他にも多くの文化財が残されています。中尊寺は東北地方にある日本三大仏教霊場の一つで、国宝である中尊寺金色堂が有名です。またこの地域は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて栄えた平泉文化の中心地でもあり、多くの史跡や文化遺産が点在しています。2011年に世界文化遺産に登録され、多くの人々が訪れる観光名所となっています。遺跡周辺には歴史や文化を学ぶための資料館や博物館もあり、多くの見学客が訪れます。住所、岩手県西岩井郡平泉町平泉木留202、テル 0191-46-2211、 埼玉県三郷市稲平遺跡。三郷市稲平遺跡は埼玉県三郷市にある古墳時代から平安時代にかけての
集落跡です。この遺跡は、約1万年前の縄文時代から人々が暮らしていたことを示す。土器や石器などが出土しており、埼玉県内でも有数の遺跡とされています。稲平遺跡は、旧石器時代から弥生時代にかけての遺跡で、縄文時代後期から晩期にかけての竪穴住居跡が、数多く発見されています。また、弥生時代前期の住居跡や、弥生時代中期から後期にかけての集落跡なども、見つかっており、古代の生活や文化を知る上で、貴重な遺跡です。また、この遺跡からは、日本最古級の鉄製品や銅製品も発見されており、古代の文化や技術の発展を知ることができます。遺跡は、市街地からも近く、多くの人々が訪れています。遺跡周辺には、遺跡の歴史や文化を学ぶための、施設もあり、見学客にとっては魅力的なスポットとなっています。住所は、埼玉県三郷市稲平一丁目、テル、不明、青森県三内丸山遺跡。三内丸山遺跡は、青森県青森市にある縄文時代前期から中期の大規模集落跡です。この遺跡は、約5000年前の人々の暮らしを知ることができる、貴重な遺跡で、国の特別史跡に指定されています。また、この遺跡では、日本最古級の木造建築物や、巨大な竪穴住居などが発見されており、縄文時代の文化や技術の高さを示しています。円筒埴輪や石器、土器、石製品などが発見され、古代の人々の生活や文化を知る上で、重要な遺跡となっています。中央部にある高さ約6メートルの土塁で囲まれた、丸山と呼ばれる構造物が特徴的です。この丸山は、集落を中心とした防衛機能を持つ構造物であると考えられており、古代の政治や社会の様相を知る上でも、貴重な資料となっています。三内丸山遺跡は、1997年3月5日に国の特別史跡に指定されました。現在は観光地としても人気があります。遺跡周辺には、遺跡の歴史や文化を学ぶための施設や、遺跡から発掘された貴重な遺物を展示する博物館もあり、多くの見学客が訪れます。住所、青森県青森市三内丸山305、テル 017-766-8282、立石群とは直接関係はありませんが、縄文人との関わりが深い岩清水八幡宮も観光スポットとして紹介しておきます。京都府岩清水八幡宮。立石群は京都府八幡市にある神社で、22社の一つです。岩清水八幡宮のある小山は、縄文時代から人々が住んでいた場所で、古墳時代には豪族の墓が作られました。岩清水八幡宮は、平安時代に清和天皇の命によって建立されました。岩清水八幡宮は、国宝の本殿や、多くの重要文化財を有しており、日本の歴史や文化において重要な存在とされています。また、岩清水八幡宮の参道には、数多くの参拝客が集まる千代元鳥居と呼ばれる、約1000基の鳥居が立ち並ぶ壮大な景観があり、多くの観光客にも人気があります。住所、京都府八幡市八幡高房30、テル 075-981-3001、観光スポットは動画の仮説明欄にも書いておきます。立石群は、先史時代の人々が残した貴重な文化遺産です。また、
その巨石の大きさや形状からも、当時の人々の技術や知恵を垣間見ることができる、貴重な資料でもあります。現在、多くの立石群は国や地方自治体によって保護され、公開されています。現代では、立石は公園や庭園などの装飾物としても利用されています。また、地震や台風などの自然災害に対する防災対策として、道路や河川などの緑化帯に設置されることもあります。立石は、日本の古代史や文化に深く関わっている重要な存在であり、その意義や歴史的な背景を理解することで、日本の歴史や文化をより深く知ることができます。土偶。土偶、土偶とは、縄文時代に作られたとされる土器の一種で、人や動物、鳥などの形を持った陶製の人形のことを指します。土器に粘土をつけ、形を整えてから焼いたもので、表面には独特の模様が刻まれています。土偶は、縄文時代の人々が信仰していた自然崇拝や、生命力を象徴するものとして作られたとされています。また、墳丘や縦穴式住居などの中から出土することが多く、人々の生活や文化に関する情報を知る上でも、重要な資料となっています。現在、土偶は国宝や重要文化財に指定され、美術品としても高い評価を受けています。また、土偶を題材にした書籍や映像作品も多数制作されており、縄文時代の文化を伝える上でも重要な存在です。縄文時代には、現在の日本列島に先住する縄文人が栄えていました。縄文人は北海道から九州まで広く分布していました。縄文時代後期には新たな文化が現れてきました。この時期には初めて稲作が始まり、集落が固定化されていくなど、農耕文化が徐々に発展していきました。この文化は、次の時代である弥生時代へとつながっていくことになります。しかし、史実として確認されているのは、弥生時代からです。いかがでしたか？今回の動画では、第一章、古代日本の誕生、第一節、縄文時代、紀元前1万4000年、紀元前300年、土器や狩猟採集の文化が発達した時代を説明してきましたが、以上で終わります。次回の動画という本では、第2節、弥生時代、紀元前300年、紀元3世紀、稲作や鉄器の文化が伝わり、弥生人と呼ばれる人々が住んだ時代についてお話ししていきます。外国人の方は、日本の歴史や文化をより深く理解することで、日本旅行が楽しくなることでしょう。最後までリラックスストーリーズテレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。次回作も現在制作中です。まったり、ゆっくり、時々恐怖していただけるよう頑張っております。チャンネル登録といいねボタンを押していただけると、私たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう、精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。Thank you.